子供ディレクターの矢部ゆりや10歳です。品川区立日野学園に通う小学5年生です。将来の夢は弁護士です。多くの困っている人を助けたいからです。さて、私は算数や数学が大好きです。算数オリンピックに出場したり、高校生の数学検定に挑戦したりしています。数学は世界の国々で言語が違っても数式は同じです。いつか私はいろいろな国々の子どもたちと一緒に楽しく数学の問題を解いて、解けた喜びを分かち合い、平和へつなげたいと思います。今回のサミットでは皆さんと一緒に平和について考えることを楽しみにしています。